吊るして使うふんわりメガネポケットの作り方です。紐をつけて吊るせるようにしました。間にキルト芯を入れているので薄いはぎれ生地で作っても大丈夫です。出来上がりサイズは横が10センチで縦が17センチです。材料はこちらです。 12×19 センチを表2枚、裏2枚切ります。紐は 4×10 センチ、キルト芯は 22×17 センチです。紐を作ります。半分に折って、さらに内側に折って紐状にします。両端に端ミシンをかけます。表布の真ん中3センチを開けます。真ん中から 1.5 センチずつに印をつけて紐を仮縫いします。もう1枚の裏布を中表に合わせて横を1センチの縫い代で縫います。裏布も2枚を合わせて1センチの縫い代で縫います。縫い代を右側に倒してアイロンで開きます。表布の裏側にキルト芯を仮縫いします。紐のついている上に合わせて下は2センチくらい開くようになります。周りを5ミリの縫い代で縫います。この下のところは縫いません。周りをクリップで留めて表布の方から縫います。裏布を中表に合わせます。縫い代が右と左になるように合わせて上端を1センチの縫い代で縫います。縫い代をアイロンで軽く開いておきます。中表に合わせて1センチの縫い代で端まで縫います。切り替えのところはずれないように留めておきます。今縫った方の縫い代を開いてアイロンを当てておきます。裏の方から手を入れて、この縫い代が開くようにして押さえてかぶせます。ここはクリップで留めておきます。端が合うようにして揃えてクリップで留めます。端から5ミリくらいのところを縫います。糸のほどけてる部分を切り取ります。表に返します。先の丸いハサミなどを入れて角を出します。目打ちを使って角をきれいに整えます。角はこんな感じで少し丸い感じで大丈夫です。手を入れてちょっと表布を上に上げるぐらいの感じで整えて上のラインを合わせます。上端に
5ミリくらいの端ミシンをかけます。そこから1センチのところも縫います。これで出来上がりです。